さて後ろから5番の木村が山から9番山田正明から上昇。前7番高橋は一旦下げていきそうだ。抑え込んで9番山田正明が先頭ですが、さあ今度はアウトコース2番のコンデルオータが発進の前から9番山田正明が突っ張っていく。さあ先頭9番山田正明、乱闘1番白金、そして2番のコンデルオータが3番手、5番の木村が中段5段と待っていく。このインコースを7番高橋並走していきますが、7番高橋は7番手引いて最終周回です。先頭を逃げる9番山田正明、番頭1番の白金、2番の近藤亮太が絶好の3番手、後ろで6番山田文が追っています。そして5番木村が5番手から動いていきますが、3番手からスタートは2番の近藤亮太、3番近藤亮太の幕が決まっていきそう。これよっては5番の木村ですが、アウトコースをまくる5番の木村、こらえる2番の近藤亮太、4コーナーから直線に2番の近藤亮太、外から5番の木村、7番高橋が突っ込みますが、なる5番の木村合理。第9レース7番高橋が突っ込みますが、なる5番の木村合理。